2015年11月30日、中国新聞網によると、トルコのオランダ総領事館が、思わぬとばっちりを受けた。先日、トルコ軍機がロシア軍機を撃墜した事件を受け、ロシア機が領空侵犯したことに、イスタンブール市民が、ロシア総領事館に押し寄せた。ところが、その際、一部の市民らがロシア総領事館と間違えて隣接するオランダ総領事館に卵を投げつけたという。両国の国旗はデザインや色使いがよく似ている。思わぬとばっちりを受けたオランダ総領事館は、ツイッターでトルコのデモ参加者たちはいつも隣のロシア領事館と間違えるとつぶやいた。